はいどうも、ノースフェイス大好き沼田です。はい、今回はノースフェイスを取り扱っているゴールドウィンのファミリーセールに行ってきました。はい、まあこちら招待制なのでハガキとかね、関係者じゃないとちょっといけないんですけれども、一応運よく手に入ったので、毎年欠かさず行ってます。ただまあ最近まあね、一応戦利品として紹介してるんですけど、最近はちょっと旅行とかで忙しくて行けてないんですけどもね。はい、一応ねちょこちょこは行ってます。開催期間が土日とかなんですけども、年に4回中3回行ってるとプレミアム会員っていうのになれるんですね。そのプレミアム会員になると、まあ金曜日にそういう行ける日が増えるんですけども、なのでまあそうするとちょっと物がまだ在庫が結構あったりするんですけどね。はい、ということでまあ行ってきました。1点目がこちらです。ワッペンですね。僕今すっごくワッペンが欲しくて、ノースフェイスのワッペンを3つ購入しました。こちらね、今定価ちょっと上がってて1500円ぐらいなんですよね。こちら値札で1320円ってなってるんですけどね。だからまあおよそ半額ですよね、800円。うん、ちょっとまあワッペン1個にして800円って高いのか安いのか分かんないですけど、まあいろんなねワッペン結構調べてても800円でまあノースフェイスだったらいいかなと思って、なんかよく分かんないブランドよりもまあねちゃんとね、あるといいかなっていうので、で今ねもうノースフェイスのワッペン、この青いやつをちょっとモッツコートに貼ってるんですけど、じゃあねビームスのワッペンなんですけど、昔買った、はい、このねルニームっていう福袋に入ってたこのねモッツコートみたいなのにちょっと今貼るのがマイブームになってて、ちょっとねもっとどんどん貼っていこうかなっていうので今探してました。はい、続いてこちらですね。こちらの T シャツ、パック T シャツですね。2枚入りです。はい。で、色は紺ですね。で、サイズはね、XL があったので、XL を購入しました。値段的には3740円。値段的には3740円で、定価が7000円ぐらいだったので、約半額なんじゃないですかね。はい。で、まあ、パック T なので、まあ2枚入ってる。同じのが2枚入ってるって感じです。色はね白と黒っていうのもあって、まあ、黒2着白2着白黒みたいなのもあったのかな。はい、でまあサイズはねもうね僕行ったのが、閉店1時間前だ初日だったんですけど、閉店1時間前で、ね、ほとんど物がなくて、まあどうしようかなと思って、でまあこれ T シャツは意外と安いなと思って、ユニクロのちょっと高いくらいの値段でしょ1着っていう感じで2000円以下だったらということで、まあ購入しました。はい。まあね、あと紺っていう、黒と白しかなんか見当たらなかったんですけど、一個だけポーンとね、XL で紺があったので、お、いいじゃんと思って、多分、いらなくなった人が放流したんでしょうね。はい、ということで、今回は6000円ぐらいの買い物をしました。はい。まあ、遅く行った時間にね、まあ、閉店間際に行ったにしては、まあ、満足した買い物ができたかなと思ってます。以上です。ご視聴ありがとうございました。